再検証。それは妙なことが起きた場所で行われる絶対的な義務。リスナーに囃し立てられ、再び訪れた場所は鳥居をくぐると必ず怪異と遭遇できると言われている場所。以前の動画で奇妙な事象が記録された場所でもある。怖い場所で同じ現象に遭遇する確率はかなり低い。あるいはその事象を起こす何かが存在する。その低い確率を今一度引いてしまったら、二度とその場所には訪れないだろう。鳥の呼吸を使い、瞳孔を開きすぎた鳥をご覧いただこう。次回、その夜の鳥450夜、あの夜の再検証。鳥居をくぐると怪異と会える場所。君はまだその夜の鳥を知らない。